おはこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくりマリサだぜ。マリサは温泉って好き？温泉、大好きなんだぜ。このご時世で行く機会が少なくなっちゃったけどな。最近また感染者数が増えているものね。でも温泉って絶大なリラックス効果があって素晴らしい場所よね。じゃあ、とある温泉施設で爆発事故が発生したことは知ってるかしら？温泉で爆発事故？なんだそれ、聞いたことないんだぜ。海外の話か？いいえ、日本国内での事故よ。しかも東京の渋谷っていう都会中の都会でね。ええ？そんな事故知らないんだぜ。早く教えてくれなんだぜ。では今回は渋谷温泉施設爆発事故をマリサに教えてあげるわね。では早速解説していくわね。ゆっくりしていってね。渋谷温泉施設爆発事故は2007年の6月19日、午後2時18分頃に発生した爆発事故よ。事故発生現場の施設名が松濤温泉シエスパという名前で、施設名を取って別名松濤温泉シエスパ爆発事故と呼ばれる場合もあるわ。2007年、そんなに昔の話じゃないんだな。その松濤温泉シエスパっていうのは渋谷にあるんだっけ？東京都渋谷区松濤1丁目にあって、JR 東日本東急東京メトロ渋谷駅から直線で600メートル、シエスパの本館は東急百貨店本店のほぼ真裏にあった最高に立地のいい場所よ。その温泉施設は一体どんな施設だったのか教えてほしいんだぜ。いつ開業したんだ？松濤温泉シエスパの開業は事故前年の2006年1月よ。運営元はユニマットグループ。ユニマットグループ？聞いたことないんだぜ。フレッシュネスバーガーってお店、聞いたことない？フレッシュネスバーガー、知ってるんだぜ。ちょっと値段が高めだけど美味しいよな。でもなんでだ？ユニマットグループはかつてフレッシュネスバーガーを傘下に入れて運営されていたのよ。2016年に龍角、しゃぶしゃぶ温野菜などを運営するレインズインターナショナルが買収して、今は関わっていないけどね。へぇ？ってことはサービス業関連の会社なのか？そうね、でも文化事業、特に美術品に強くて、ユニマットグループ創業者が事業の傍らフランス近代美術を中心とする西洋美術品の収集を行っていたの。そのコレクションを常設展示ではないけど一般公開もしていて、期間限定で巡回展を行っているわ。へぇ、美術品か。すごいんだぜ。ここからは事故が発生したシエスパについて紹介するわね。松濤温泉シエスパは18歳以上の女性限定会員制温泉施設よ。なんで女性限定？フィットネスクラブとかと一緒とか？敷地面積が広くないので男女共用が難しかったからというのが理由の一つとして挙げられているわね。施設の設備も女性向けに特化しているわ。階数は地上9階建てで、ヨガスタジオや岩盤浴、トリートメントルームなどもあったの。なるほどな。女性にとっては嬉しい構成なんだぜ。立地は戦術した通りかなり恵まれている場所にあったわ。でもそれは本館だけで、別棟は松濤地区の住宅街の一角にあるの。爆発事故が発生したのはこの別棟よ。住宅街の一角に温泉施設か。近隣住民たちはどう思っていたんだろうか。開業が決定した時は渋谷初の温泉として話題を集めたけど、当初地元住民に反対されたわ。それでも建設を強行したの。なんともきな臭いな。しかもその住宅街にある方が爆発事故を起こしたんだろ？なんで爆破が起こったんだ？経緯は？一つずつ解説していくわね。まずシエスパの別棟について。別棟は1階建て。1階には更衣室と休憩所があって、別棟は従業員用として使われていたわ。そして地下1階には深さ1200メートルのボーリング井戸から温泉を汲み上げるポンプが設置されているの。なるほどな。別棟は客用じゃなくて、従業員用に用意されていたのか。そうよ。そして爆発事故が発生した時には女性従業員5人が別棟2階の休憩室にいたわ。爆発の原因は？温泉設備の問題ね。この施設はポンプで温泉を汲み上げていたんだけど、その際に温泉にメタンガスが混ざることが建設中に判明したの。メタンガスって爆発するやつだろ。それって何か対策されていたのか？メタンガスを屋外に廃棄する設備が2系統も受けられていたわ。メインの廃棄設備は近隣住民への配慮のため温泉汲み上げ設備のある別棟の道路を挟んだ向かいにある本館の高い位置に、もう一つは別棟の温泉汲み上げ設備室内に設置されたの。ガスが充満しないように、室内にも排気ファンが設置されていたわ。ふむ、一応対策はされていたんだな。そして事故の前日、本館エントランスにある滝のろ架機に何かしらの異常が発生したの。警報ブザーが鳴ったから業者に修理を依頼したんだけど、業者から2から3日後になるとの報告を受けて、修理が終わるまで警報ランプがついたままにせざるを得なかったわ。それだと排気設備に何か不備があっても気づけないんじゃ。ええ、その通りよ。結論から言うと爆発の原因はこのメタンガスね。そこで排気設備に新たな異常が起きても、警報ランプを解除しないとブザーが鳴らない仕様だったため、排気ファンの異常に対しブザーが鳴らなかったの。
運悪く設備の不良が重なってしまったのか。そう。この施設には温泉からメタンガスを分離する装置も設置されていたんだけど、メタンガスを屋外に排出するための U字状の排気管が結露水で塞がれたことによりメタンガスが逆流、さらに排気ファンにも異常があったわ。でも排気ファンの異常は戦術の通り警報装置が作動しなかったため誰も異常に気づくことができず、排気されなかったメタンガスが、別棟内部に許容値を超えるほど蓄積されてしまったの。結露水か。その結露の対策は何もなかったのか？いえ、排気管には結露水を除去する水抜きバルブも設置されていたわ。でも設計会社から運営会社に説明がなかったようで、一度も使用されなかったそうなの。うむ。それがちゃんと使われていれば。そして温泉タンク内の温泉の量が減り、温泉の汲み上げを自動調整する制御盤のスイッチが動作した際に出た火花がメタンガスに触れたことによって爆発を起こしてしまったの。確か別棟には5人の女性従業員がいたんだよな。爆発の規模ってどのくらいだったんだ？爆発によって、施設の別棟は鉄骨の骨組みだけを残して全壊。周辺の住宅やビルなどでも爆風や飛散した瓦礫で窓ガラスが割れたり、屋根瓦が吹き飛んだりしたそうよ。怪我人は？2階にいた女性従業員3人が爆風による打撲などで亡くなったわ。一緒にいた別の女性従業員2人も脊髄損傷などの重傷を負い、別棟の近くにいた通行人の男性が爆発に巻き込まれ喉に火傷を負うなどの重傷。他にも路地を挟んだ本館にいた従業員ら5人が耳や目などの痛みを訴え現場で手当てを受けたわ。骨組みだけ残して大破って相当だよな。救助活動も大変そうだな。ええ。東京消防庁から消防救助機動部隊など57隊が出動し、警視庁や東京 DMAT と協力して救助作業や負傷者の治療に当たったんだけど、爆発現場が狭隘で建物が全壊状態で瓦礫が散乱した状況と狭い裏通りに面していた立地などが相まって、被害者の救出活動は困難を極めたわ。しかもガス爆発となると火花が出るような工具も使えないしな。ええ、その通りよ。多くの瓦礫で救出作業が難航したため、東京消防庁の保有する小型重機が投入されて、爆発現場の瓦礫を撤去していたわ。爆発事故から約1ヶ月後の7月10日に、ユニマットグループは別棟を含む全ての建物を取り壊して、今後の営業再開を見合わせることを渋谷区役所や保健所に明らかにしたの。というか、渋谷みたいなところでも天然ガスって発生するんだな。ええ、現場の渋谷区は南関東ガス田の中に含まれていて、地表から1500メートル程度掘って温泉を汲み出せば天然ガスが出る可能性のある地域だったわ。ちなみに、このことは温泉業界では広く知られているそうよ。ユニマットグループはそれを認識していなかったと。ええ、ユニマットグループは警視庁捜査一課などの聴取に対し、温泉から天然ガスが発生することは想定していなかったと説明しているそうで、こうした認識もなく温泉事業に進出したユニマットグループの企業体質が厳しく問われたの。温泉の掘削工事って他の企業が受け持ったんじゃないのか？同じユニマットグループの関連会社であるユニマット不動産が貢献工業に発注し、同会社が掘削工事を行ったわ。それで天然ガスの存在を認識していなかったっておかしくないか？貢献工業側が何も報告しなかった、とか？いえ、貢献工業は掘削工事完了時に天然ガスの濃度を測定し、その報告書をユニマット不動産に提出しているの。じゃあなんでそんな不手際が、不動産側がユニマットグループに伝えてなかったのか。そういうこと。それで天然ガスが発生する危険性を認識しないままシエスパの経営陣が温泉施設を営業していたのよ。同じグループ会社でも幹部や経営責任者は違うもんな。施設のメンテナンスも同グループで行っていたのか？いいえ。運営はユニマットグループだけど、施設のメンテナンスは日立ビルシステムが受け負い、さらに同社がビル管理会社サングーを含む3業者に下請けさせていたわ。運営元、ユニマットグループのユニマットビューティー&スパ側は保守管理について外部の業者に委託していたとしているんだけど、日立ビルシステム側は契約にはガス関連の管理は入っていないと話しているそうよ。日立ビルシステムの下請けは？なんて言っているんだ？サングー側は爆発した従業員用施設の地下にある受水槽内の湯量などの点検を担当し、毎日、社員が目視で湯量を確認していたが、ガス関連の管理は担当していないと答えているわ。以上を聞けばもうわかると思うけど、運営会社や保守管理会社など施設に関わるいずれの業者も施設内の天然ガス濃度については測定していなくて、さらにガス検知器も設置されていなかったことが判明しているわ。それって法に引っかからないのか？ガス濃度の点検って大事なことだと思うんだが。ガス濃度の点検自体に法的義務はないのよ。でも今回業務上過失致死事件として施設の運営保守管理会社双方の安全管理体制が十分だったかが捜査されたわ。ってことは刑事裁判になったのか？ええ、民事裁判も起こされているわ。
まず刑事裁判について解説するわね。刑事裁判は事故から約1年半後の2008年12月12日、警視庁が設計施工を行った大成建設の空調設計設計担当者、および施設運営を行っていたユニマット不動産の取締役と社員の計3人を業務上過失致死傷容疑で書類送検したの。そして2010年3月26日、東京地検は大成建設の空調設計担当者とユニマット不動産取締役の2人を業務上過失致死傷類罪で在宅起訴し、うちユニマット社員は嫌疑不十分で不起訴としたわ。設計施工を行った大成建設の担当者が起訴されたのって、結露水を排出させる機能を伝えていなかったことが要因か？ええ、配管の U 字部分に結露した水が溜まり管が塞がれた場合ガスが排出されなくなる危険性があることを知っていたにもかかわらず、運営会社に水抜き作業の必要性を伝えなかったことが重大な過失に当たると判断されたの。この付近って地下に天然ガスがあるって業界では常識だって言ってたもんな。それを伝えていなかったのが事故につながる原因の一つだったと判断されたわけだな。ええ、ユニマット不動産側についても、周辺住民に約束していたガス検出器の設置を開業後も履行しなかったことが指摘されたわ。東京地裁での初公判は2012年4月13日。大成建設の担当者とユニマット不動産の取締役の被告人2人は裁判で無罪を主張したわ。判決は2013年5月9日に大成建設社員で施設の設計を担当した社員に禁錮3年、執行猶予5年の判決を言い渡したわ。施設を運営していたユニマット不動産の取締役については無罪判決が下されたの。控訴は大成建設社員側が控訴したわ。控訴審においても東京高等裁判所は一審判決を支持、被告の控訴を棄却し、最高裁判所まで持ち込まれたわ。最終的に裁判官全員一致の決定で上告を棄却し、大成建設社員の有罪が確定したの。報告する義務があったと判断されたわけだな。まあ当然なんだぜ。ええ、水抜きバルブを閉め続けることによりガス抜き配管について当初の設計上予定されていたメタンガス排出の機能に重大な問題が生じる恐れがあったということは、この設計の全体像に関わる問題ということができる。と裁判長から補足意見もあって、上告の棄却が裁判官全員一致という結果になったわ。確かに、大成建設の担当者がしっかり説明していれば、爆発事故は発生しなかったかもしれないしな。そういった小さなことが大きな事故につながるって、本当にやるせないよな。会社同士での民事裁判はなかったのか？2010年6月16日にシエスパの運営会社であるユニマット不動産が、施設の設計施工に携わった大成建設を含め4社に対し、施設管理における危険性を具体的に認識していながら、施設引き渡しの際にその説明を怠っていたことを提訴の理由に105億円の損害賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こしたの。その判決は2012年4月24日に大成建設が解決金を支払うと申し出たことで和解が成立しているわ。一応この事故については解決していると見ていいんだな。でもこの事故をきっかけに法改正しないと、また同じ事故を繰り返しかねない気がするんだぜ。この事故を受けて、同様の事故を防止する目的で、温泉法の一部が環境省により改正されたわよ。主には温泉の採取に許可制度を導入するなどといった規制強化ね。犠牲となってしまった従業員の方々たちは残念だが、しっかりと再発防止策がなされたのはいいことなんだぜ。ところで、シエスパってこの事故を受けて営業を中止したって言ってたよな。本館は今どうなっているんだ？一度も営業が再開されることはなくて、本館は爆発事故から10年以上にわたり解体されないままバリケードで封鎖されたのみの状態を晒していたの。でもその後建物を事務所飲食店仕様に改装されて、全住改装の渋谷最大となるコワーキングスペースが開業したの。同じユニマットグループが運営しているわよ。コワーキングスペースって都内を中心に流行ってるよな。別棟は取り壊されたのか？長年にわたり事故当時の状態のまま封鎖放置されていたんだけど、事故に関する刑事裁判が終了したことから、2016年末までにようやく撤去され、跡地はコインパーキングとなっているわ。あと、このシエスパとは別にユニマットグループは六本木に六本木天然温泉ザブーという温泉施設を営業していたの。こちらもシエスパの爆発事故を受けて間もなく営業を停止し、閉館したわ。これをもってユニマットグループは温浴施設事業から撤退したわ。まあ撤退するのが当然だよな。今後も私たちが安心安全に温泉を利用できるよう、温泉業界には引き続き頑張ってほしいんだぜ。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説しているから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら、気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。
それではまた次回会いましょう。バイバイ。